勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりおちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさかい、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな、博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。